ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がアバルト695ビポストフルスペック、こちらをご紹介させていただきます。とんでもないのがやってきたじゃないですか。何、はい、ですかこれ、はい、もうびっくり、もうモンスターマシーンって言っていいんですかね。ちょっとそれにしてはずいぶん可愛い、そうですね、はい、外観ですけど、ウサギの皮をかぶったみたいな感じですかね。もうとんでもない車なんですよね、はい、でもちょっと順番に見ていきますけど、はい、まずエアコンがない、はいはい、でミッションに関してはドグミッション、はい、シンクロがないやつ、はいはい、それね、この側っていう、そうですね、はい、まあ、その他もろもろないものもあれば逆にすごいパーツもあって、はい、もう全くこう一般受けしないと思いますけれども、はい、刺さる人にはもうこれ以上ないんじゃないかっていう車、そうですね、はいはい、なので、普通にこう店に置いといてもなかなか、引っかからないので、動画で拡散して、いやちょうどそういうの欲しかったんだよって人に向けて、そうですね、はいはい、もうすごくニッチなとこかもしれないですけど、相当ニッチですよ、ね、はいはい、もう多分これ刺さる人にはめちゃくちゃ刺さる車なんで、はい、僕これ見た瞬間欲しいと思いましたもん、うん、ちょっと、ね、値段を聞いてちょっと上げられましたけど、はい、じゃあ後で下でローンシミュレーションをしましょう、そうですね、したいと思います、はいはい、でちょっと順番に見ていくと、数々ある695の限定車の中でもちょっとこう外観も結構特殊というか、そうですね、はい、いろんな専用パーツがついてる、はい、うん、もうそもそもこうスーパーレーシーな車なんで、もうとにかくもう至る所がこう割り切って作られてるっていう、そういう感じなんですよね、はい、でなんかもう車のコンセプトがそもそもその創業のアバルトさんの名言、なんか日曜日はサーキット、はいはい、月曜日はオフィスへっていう、はい、オフィスに行ける気が全くしないんですけど、そうです、ね、もうサーキットにもこう注力したというか、はい、そんな車なんですよ。でバンパーなんかも専用のこの大型バンパー、これですよ、もうカーボンもふんだんに使われて、このでっかい開口部で、この覗き込んだ時のこのもう車外ですよね、これ。そうね、ほぼ、うん、造形とこのアグレッシブさが、でこのメッシュこれ純正ですっていうのがまずすごいですよね。で中見ていくとインタークーラーなんかも大型のものになってたりとか、そうですね、まあ、チューニングされてて、この車体でとんでもない馬力が出てる。そしてこのボディカラーもマット、はい、ちょっと普通じゃない感じが、この手の車になかなかないですよね。ないですね、はい、もうこのベースとしては500じゃないですか、うん、もうなんかかけ離れてません、うん、100万そこそこのチンクチェントとは思えないちょっとでも水色とかのチンクと一緒に並べて置いておきたいですよね。そうですね、うん、はい、なんでもうこのボディカラーとこの外装がもうとにかくちょっとまずインパクトあるんですけど、そして横を回っていくと、まあ、横もいろいろちょっと専用になってて、専用のオーバーフェンダーですかね、そうですね、がついてて15ミリワイドになってると。でこれに合わせてなんで、バンパーがこういかに大型のバンパーかっていうのがちょっとお分かりいただけると思います、うん、取ってつけたやつじゃないですもんね、だって、うん、この辺ちゃんと合わせてね、こうちょっとモリッと、ここからつながってますもんね、ちゃんと。そして足元は OZ のホイール、これミニでも人気だったウルトラレデジエーラ、うん、こちらのホイールが装着されていると。単造ではないんでね、単造じゃないです、ね、でも軽いんでね、軽いです、うん、はい、だ結構そのサーキットとか、まあ、ちょっとスポーツ走行する方とかに結構好まれるのが最初からついちゃってるという、うん、まあ、そこはイタリアつながりなんですかね、はい、しっかりこれもついてる。でブレーキだってこれですよ、ブレンボの4ポット、ね、ロータスキャリパーではないですけどサイズ的にはそんな感じですかね、うん、で2ピースでドリルドという2ピースだもんね、花から。そして車高もかなり低い感じ、うん、この良くないですか、このギャップ、本当に可愛さとちょっとこう過激な感じと、ですごくなんかまとまりよくありません、なんかちょっとこうショップとかそのチューナーが作った感じじゃなくて、ちゃんとメーカーが作ったチューニングか、そうね、チューンドなんで、まあゴリゴリはしてるけど、でもまあさりげない、ちゃんと着地してますよね、でも、うん、はい、そうですね、はい、そしてあとはいろいろカーボンになってたりとか、まあ、サイドスカートなんかも大型化されてたりとか、うん、だピンポイントでも見ると本当にチンクに見えない、うん、はい、
そして横もそのままつながるサイドスカートとオーバーフェンダーと、そうですね、そしてリアのホイールと、そして今回の車こちらガラスなんですけど、はい、なんかここが樹脂の、はい、なんかこう引き戸の窓、小窓がのもあるみたいですね。ちょっと当時の資料が分かんないんでこのパワーウィンドウが選べたのか、これは一応パワーウィンドウですね、はい、これはなってですよね、はい、後ろはでもアクリルかな、ちょっと樹脂みたいな樹脂っぽい、フレキシ、はい、フレキシなのかな、はい、うん、っていうなんかその樹脂のウィンドウになってるみたいで、こっちはガラスで普通に使える。さすがにでもちょっとこれだとどこにも行けないかなっていう。そうね、まずだって駐車場でチケット取れないじゃないですか、うん、はい、うわっつってこう、はい、ガリって引っかいていててみたいな、あっちか、はい、であとそのまあそうか、左ハンドルなんであれですけど、ドライブスルーとかも、はい、ね、取れないですからね。取れないよね、はい、ドア開けてって感じですね、はい、でまあちょっとその使い勝手で言うと、まあ、かなり最低限ななってて、これは正解かなと、はい、そんな気がします。そしてルーフはアンテナなんかも当然なくって、うん、蓋してあるんですよね、アパルトのマークで。リポストの蓋がしてあります、はい、こんなルーフになってて、はい、リアそのまま行くと、でいや、あとフィールか、はい、フィールがそこもしっかりおしゃれな感じ、はい、ちょっとおしゃれさとレーシーさがちょっと共存しますよね、うん、でルーフスポイラーも大型のものになってて、そしてリアも695とリポスト、リポストっていうのがあのニザっていう意味らしいですね、まあ、倍、まあ、2ポスト、まあ、そうそうそう、シートってことですよね、はい、リポスト、だから4人乗りがびっくり2人乗りになってるという、うん、ポジション的にはあのミニで言ったらもうすぐミニネンタ出てきちゃいますけど、うん、GP みたいな、まあ、GP みたいな、もっと、ね、もっと振り切れたやつですけど、はい、まあ、そんな感じの立ち位置、うん、もう本当にサーキット、だミニもマニュアルエアコンとかでしたからね、そうですね、はい、はい、ちょっとそういう特殊なモデル、そしてリアのバンパーもこの大型のバンパーでカーボンのこのディフューザー、これはあれですかね、あでも結構一応奥まで行ってるんですけど、まあ、ちょっと機能的にはディフューザー効果というよりかはちょっとドレスアップ的な要素が強いんですかね、うん、でこの大型の開口部でメッシュで抜けてて、そしてマフラーですよ、これ標準なんですもん ね、 そうね、なんとアクラポ製のマフラーが、でもこれ上はアバルトって入ってるんですね、うん、ついてる、綺麗ですね、もうアクラポはあの性能ないし、はい、もう間違いないですからね、うん、僕ないメーカーですからね、もうバイクのマフラーなんかももう超有名ですし、うん、で僕この間初めて聞いてびっくりしたんですけど、国を挙げてこう盛り上げてる企業なんですよね、らしいです、そうなんですね、はい、だからもういろんなメーカーとか、うん、ポルシェの GT3 に一時期採用されてたりとか、うん、あアルピナとかにもなんか純正採用されてたりとか、うんうん、そうですね、はい、もう本当に信頼性と性能がこう高い次元でこう両立してるっていう、うん、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。これちょっと思ったんですけど、うん、普通のアバルトよりなんか剛性ありません？ロールケージ入ってるからですね、なんかドアの閉めた時も、うん、なんかボディがたわむ感じが全くない。そして内装ご覧ください、このぶっ飛んだ内装これがメーカーでこう新車で販売されてたってすごくないですか。そうね、もう一番最初に多分目が行くのがこのセンターのメーターとシフト、うん、どうなってんですかっていう、レーシングカーじゃないですか。もう上のメーターに関してはこれメーターあれですよ、レーシングカーの埋め込まれてるやつですよ、ね、あのここにドーンと入ってるやつよね。そしてシフトは最初にも触れたドグミッション、はいはい、要はシンクロがないんでもうバイクのミッションと一緒、うん、回転が合わないと入らないやつですね、うん、グキッて入れるやつとだから結構言われるのはそのロスがないんで、うん、もう本当にタイムを狙ったようなこう、うん、ガンガンと走りをするのにもう最適なミッション、だ一般行動にはもう全く必要ないし、うん、ただこれがちょっと行動で楽しめるってすごくないですか、うん、これでちゃんと普通にナンバーついてて街中乗ってくださいって言ってもらったもんね。もう本当に究極のレーシングカーにナンバーがついてるっていう、そういうレベルですよね。そしてシートもこの専用のヘッドレストに刺繍が入ったなんですかね。ちょっとこのイタリアのこういうちょっと究極のモデルってものすごいスポーティーなんですけど、うん、ちょっと汗臭くないというか、うん、体育会系な感じあるんですけどおしゃれな感じ残ってますよね、うん、
ちょっと洗練されてる感じがありますね。そうなんですよ、うん、ちょっとこの色、その素材の組み合わせ方とか、こうヘッドレストなんかはレザーですよね。そう、背中はこのスウェード調の生地で、うん、両サイドのこう擦れるところがファブリックになってるんですかね、うん、そしてシートベルトに至ってはこの標準でサベルト、はい、4点ですかこれ。4点ですね。4点だね。5点じゃないですよねさすがに、うん、はい、これがついてるこれどうしてあったんですかマジでで普通のシートベルトももちろんついてるんですよね。もちろんあの、はい、まあ、一応ついてますけどね、はい、そうですよね、うん、だからまあ一応普通にこうシートベルトしてもできるし、だから本当に日曜日こうサキットで4点締めて、うん、行くかと、月曜日は普通にこう3点で締めて、はい、オフィスに出社するっていう、はい、これで最高です、はい、ドアもこれ、そうですね、ドアもこれ全部カーボンですもんね、はい、これちょっと笑っちゃいますね、うん、これでも僕持っときたいです、はい、そうだね、そうそうですか、持っときたいですちょっと、はい、だってこのサイズだったらガレージ、まあ、ある程度の広さのある方であれば邪魔にならないじゃないですか、まあ、そうね、邪魔にはならないね、さすがにちょっと S クラスとかああいうのをちょっとこう置きっぱなしじゃあれですけど、これはちょっと持っといて休みの日だったりだとか、うん、まあ、サーキットもいいですし、まあ、ちょっと本当に1人2人で走りを楽しむっていうのは最適なモデルじゃないでしょうか。じゃあ乗ってみたいと思います。よいしょ。この、まあ、セミバケなんでこの作法としてこのレールをこうサササってやる感じで、うん、そしてシートはもう本当にセミバケですけどめっちゃ硬いですね、うん、座面も背中ももう本当にがっちりホールドされる感じです。そしてフロアはさっきちょっと触れましたけども、このアルミの専用のフロアになってると、でちょっと保護テープが貼ってるんでこうガサガサになっちゃってますけど、こんな感じのフロアになってると。でこれフロアの中の、消音材のも全部取り除かれてるという、うん、だから標準のモデルマイナス50キロぐらいでしたっけ。そうね、本当に1トンちょっとしかないんですよね、うん、とんでもない軽量化もされてるみたいです。そしてハンドルは意外になんかエアバッグついてるんですね、うん、なんかここまで来たらエアバッグなしのそう、ね、アルカンのステアリングでもいいかなっていう、うん、ちょっとここから触ってもいいかなっていう気はしました、うん、そしてメーターはこっちのメーターはもう今まで通りっていう感じですかね。ブースト系なんかもついてて、でこっちですよ、ちょっとオンにしてみたいと思います。これが後付けじゃなくて純正なんですもんね。ディ、ね、ーラーでこの状態で売ってたってことですもんね。ホンダメーターもついてると。そして、エアコンがびっくりついてない、はい、ヒーターだけになると。ヒーターと送風ってことですか。送風ってことだね。そうですね、はい、ちょっとじゃあ夏場乗るのはきついっすね、うん、だ涼しくなってから、はい、秋冬春まで、そうですね、楽しんでいただくような、はいはい、もしくはクールスーツ着てそうですね乗る感じですかね、はい、だからもうなんか車のイメージとしては本当にフルフェイスと手袋ですよね、うん、グローブして乗る感じの、いやー最高です。そしてしっかりここにもビボスのエンブレムもついてて、パワーウィンドウが今回ついてるんで、まあ、普通に窓を上げ下げはこんな感じでできるようになってございます。そしてシフトですよ。すげえ、遊びゼロじゃないですか、まあ、ゼロじゃないですけどこれすごいっすね。もうコクコクっていうでドグミッション運転したことないんで、うん、ちょっと初体験なんですけど、ちょっとどんな感じが、うん、一般人初めてドグミッションを運転するとどうなるか、はい、ちょっとこの後ドグミッションに乗ってみたみたいな感じで、はいはい、お伝えしたいと思います。要はシンクロがないんで、シンクロって言って本当はこうエンジン側と駆動側がこうギアがくっつく前にその別のところがこうちゃんと設置して回転が合わさってからギアが本当はガチャってはまるんですよね、はい、その回転を合わせるためのパーツがついてないんで、まあ、いきなりギアとギアでガチャって入れる、だからロスが全くないという、だからその代わり、まあ、ちょっと作法を間違えるとギアが入らない、うん、なのでこの後乗ってみたいと思います。そして重い、これちょっと渋滞は乗れないですね、うん、結構重いよねこのボディでサイズ、ちょっとこのサイズの車に乗ってるとは思えないような、はい、ちょっと本当にチューニングカーのクラッチペダルの重さ、ただストロークに関しては
まあ、割と普通といえば普通、ちょっとストロークあるちょっとあるぐらいですかね。そんなに違和感は僕はないです、うん、そしてあとはペダル関係はこんな感じで、割とレイアウトに関してはそんなには違和感はないです。ただちょっとフットレストとクラッチちょっと近いんで、ちょっとその辺かなという。じゃあ靴ももしかしたらドライビングシューズですね、うん、なんかそんな感じはします。大きいあのスニーカーとかだとちょっと向いてないかなと、はい、そしてあと内装ピラーから上はこの辺は意外に普通というか、はい、標準の黒でまとまった。ただ黒なんで反射が少ないんでこの辺もちょっとレーシングな感じはします。でもこの辺は一緒ですよね。そうだね。ただこの中が多分何もないんですよね、うん、はい、こんな感じの内装になってます。そしていつもは後ろの席なんですけど、はい、今回の車は後ろの席がないということ で、ね、どんな風になってるのかだけちょっとお伝え したいと思います。これどうやってこれ引っ張るんですか。うん、引っ張って、そうですね、はい、ああこういうことなんですね。しかもシートもだって背面全部カーボンじゃないですか、うん、これ。そしてネットとこれロールケージって言えばいいんですかね、全部補強がなされているという。これすごいっすね。これあのミニ GP なんかとは全然違うね。違いますね。あのなんちゃって、はい、なんちゃって突っ張り棒とは違う、まあ、ミニも一応まあフロアというかもうボディに止めてありましたけど、うん、ちょっとその日じゃない。そうだね。本当にあのドレスアップじゃなくてちょっとあの本当にメーカーがサーキット走る車を作ったっていうそういう感じの内装になってます。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、まあ、中からも見ていただきましたけども、はい、このチタン製のバーがついてて、はい、で容量はもう荷物積む前提の車じゃないですけど、うん、ちょっとしたものなら入りそうですね、うん、旅行カバンなんかも全然入るしね、まあ、旅行は多分行けないですけどねこれじゃあ、はい、まあ、ヘルメットとか、まあ、ちょっとサーキット走行に必要なものぐらいはちゃちゃっと積んでいけそうな感じはします、うん、で何よりこう開口部は広いのは、うん、もうこれ変わってませんから、まあ、使い勝手気にする車じゃないですけど、まあそうですね、まあ、最低限のところはいけるのかなと、はい、でこれがあれですよね、4点のこっちのシートベルト側の、うん、はい、の何ですか、ベルトというかアタッチメントですか、はいはい、がついてて、この下に車載工具、車載工具というかもう牽引のフックとあとパンク修理キット、うん、そうですね、はい、これが積んであると、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンが約 1.4リッター、はい、1300、ちょっと細かい数字はあのこの辺に出てると思います、はい、1.4 リッターそして馬力が190馬力、はい、なんかこう AMG とか紹介させていただく機会が多いんでちょっと可愛いななんて思っちゃったりしますけど、うん、まあ、車重が1トンしかないですからね、はい、だからなかなかキビキビ走れるんじゃないかな。 1.4 リッターですからね。そうですよね、うん、リッター100馬力超えてるし、軽く超えてますから、はいはい、でも単純計算で2トン近い車だったら400馬力近く出てるわけですから、もうとんでもない走りができる。そうですね。そして、まあ、タービンだったりだとか、インタークーラーなんかも専用のものになってて、エアクリももう BMC ですもんね、うん、だからもうなんかこう社外大手パーツメーカーのこう総力を結集してなんか、うん、完成されてません。そうでしょうね。そしてちゃんとエンジンルームもなんかカーボンパーツ使われてたりとかして、はい、まあ、しっかり色気もある、うん、キャップなんかもかっこいいっすね。ね、うん、ちょっとこの走りをこの後どうなのかちょっと乗ってみたいと思います。はい、じゃあ続いて天井周り見てみたいと思います。お願いします。4点で行きたいところですけれども、義務シートベルト義務違反になっちゃうんで3点でお届けいたします。で今回は走行を別撮りしてるんですけれども、ちょっと月村
セールスが諸事情により助手席同乗できないんで、僕とカメラマンでドグ好き、はい、はい、ドグ好きカメラマン、ちなみにカメラマンフォーミュラー経験者なんで多分喜ぶタイプじゃないかなと。そしてまずこれドア閉めた感じ全然違うね、剛性が違うし、ドアのこのバンっていう、そしてクラッチが重いで、シフトは今エンジンかけてますけど、もうガチャって入れる感じ、ガコって入らない、ガチャッ、そんな感じでございます。この音いいね、たまに入らない、うん、だからもうそういう車なんです、こんな感じで。そして専用のサスペンションと、あと LCD も入ってるらしいんで、うわ、ですね、クラッチはですね、ちょっといわゆる強化クラッチ、車外の強化クラッチみたいな感じで、ミートポイントはめちゃ狭いです。そして少しだけ遠め、これちょっとやばいな、え、これさ、アンダーコートとか貼ってないからかな、めっちゃブレーキの音とかさ聞こえる、キッて、ちょっとじゃあこれで乗り出してみたいと思います。これが一応フルスペックになるとびっくり850万円という約、アバルトで850万円最高すぎます。いやいいなこれ、ちょっとクラッチのミートポイントはこれちょっと覚えないと。そしてドグミッション初体験でございます。果たして普通に運転できるのかっていう、入ってるのか、あーこういう感じ、はい、やばい、これこれやばい、ちょっとこれドグミッションは思ったより普通に入るっすね、回転が合ってれば。今すんなり入りすぎちゃってちょっと拍子抜けするぐらい、リア沈み込む感じで加速してます、そうグワーっていうね、これ楽しいな、エアコンないの忘れちゃうぐらいの、あ、入る入る入る、全然入る、もっとなんかガチャっていう感じかと思ったら全然普通に入るっすね、ダウン、やばい、これバイクじゃん、シフトダウンガクンっつってミッションがブルブルってするの、ヒールアンドトゥーしない、いやそうしないと入んないやつだなこれ。でもヒールアンドトゥーするにはちょっとこの靴、そうこの靴じゃできないし、ちょっとスペースが狭い。いやでもドグミッション意外に普通に乗れた、シフトチェンジできた、もっと苦労するかと思ったけど、これでもハンドルは変えたいっすね、ちょっと車のキャラクターとかのエアバッグが合ってない。でもこれはちょっと持っときたいな。そして早速ちょっとスポーツボタン押していいでしょうか。とにかくレスポンスがやばい、バイクじゃん、これは最高すぎる。これだから本当にショートサーキットとか、さすが富士走る車じゃなくてショートサーキットとか、ちょっと本当に休みの日にとか、そうですね、走れる、これはいいね。サーキットの近くのコンテナに入れといて、あーいいねいいね、コンテナ入るよねこれね。でこのメーターもフォーミュラー経験者カメラマンから聞いた情報だと、このAIM っていうのがもう本当にレーシングカーにつけるやつのブランドみたいです。ただこのインフォメーションは僕は全く使いこなせないので、何がどこまで表示されてるか、はい、じゃあちょっと、あ、トルクもある、全然はい、超楽しいんだけどこれ、これすごい、これめっちゃ楽しいね。ロードノイズは半端ないっす、めちゃ聞こえる、そして乗り心地もめちゃ硬い、すごいですね。ただ LSD 入ってるからか、もう本当に遊びなくシフトアップしたらグッてこう車が前に出る感じ、これちょっと完全に行動だと持て余しちゃうけど、
公道でも全然普通に乗れちゃう。あ、全然入る入る入る。あ、回転合わせれば全然シフトダウンも変速ショックなくして、だちょっと2000回転前後はトルクちょっと細めなんで、3000以上キープして走る感じ、なんかもう高回転キープして。これはあの普通の人には全くおすすめできないし、特に車に興味のない奥様とか、あの奥さんとか彼女とか、もう完全に嫌われる仕様ですけど、これ車好きだったらちょっと一度は経験したい、ちょっとこの感じ。あとうちの子供はこれ絶対喜びますね。これ楽しいよ、このサイズで。そうかもしれないね、ほら回転合わせないとグーって。どうなんで、これ雨の日で首都高とか、ああそうだね、調子に乗ってダメなやつだねこれ。タイミング悪くシフトダウンした瞬間にシフトロックしてつなぎ目とか、ああなるねなるね、ちょっとバランス崩すから。これめっちゃ楽しいな。欲しい、これは持っときたくない、本当に。これができるってちょっとアバルトすごいよね、やっぱり新車でこれが売れるっていう。だってこれなんかさ、だってアルミのそのキャストだよ、芋の剛性半端ないもん。だってこっちはさすがにこう削り出したパーツ組み立てるけど、だからもう全然ここが揺れない。だってこっちも全部このアルミとカーボンのパネルと、これエアコン内のだけじゃない本当に。ただこの組み合わせだったらエアコンおかしいし、じゃあなんでエアバッグがついてんだよって話だけど、すごい、なんかもう 手にちょっと汗かいてるもん。そして久しぶりにこんななんか車の運転でアドレナリンが出ました、このタタっていうね。ちょっと渋滞はやっぱりきついかもしれない。あとは本当に回転合わせるっていう癖をつけとかないとミッションにも良くないし、だバイクの本当にミッション、バイクのミッションは基本的にドグミッションなんで、バイクのミッションを想像してもらえばなんとなくあのダイレクト感とかギアのが入るフィーリングは多分なんとなくイメージしてもらえるかなと。だから元々回転さえ合ってればそのドグミッション、そのシンクロって必要ないんで、だから大げさにこうクラッチ切ってってやらなくても回転さえ合っちゃえば普通にいけるという。これちょっとでももう街の中こう流しというか、おおこういう感じね、うんうんって、もう LSD 入ってるし、これはちょっといいね。ミニでこういうのがあったら絶対買ってるな。それ切ってないですか。いや GP で一応2人乗りのがあって、エアコンマニュアルのがあったけど、さすがにここまでスパルタンじゃない。もうシフトもふにゃふにゃだし、クラッチも普通のクラッチだったし、これはちょっとね振り切れてる。ですごく手軽になんかこう非日常を味わえる、うん、なんかこれ以上大きい車、まあ例えばその M4 とかあとポルシェとか、まあ、GT3 とかイメージだけど、なんかこうちょっとこう乗り出すのにこう気合が必要かなっていう。これに関してはちょっとじゃあ乗り出してみようかなっていうハードルがすごく低い気がする、うん、で邪魔になんないでしょ本当に。でこれはもっと期待だ。そんなにこう市場で動く車じゃないけど、やっぱり欲しい人は欲しいし、値段これは下がんないね多分。これは楽しいよ。だから俺楽しさの再確認と、あとは意外に乗れる、普通に乗れる、うん、っていうのはちょっとびっくりした。走っちゃえば意外と普通に乗れる。そう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 。
じゃあちょっと今回ご紹介させていただいたのは特殊なモデルですけれども、はい、ちょっと刺さった方の、はい、熱いお問い合わせお待ちしております、はい、というわけで車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。